皆さんこんにちは、さくやです。さあ今回ですね、原神ちょっと遊んでいきたいと思うんですけど、その前にね、遊ぶ前にちょっとね注意事項あるのでちょっと説明したいなと思います。あのね、やっぱりガチャが非常に不評なので、そこでね、いや、やっぱこれいいわって思ってアンインストールされる方いると思うんですけど、 PC 版、まあ、今回やっていくんですけど、このほら一応さ、こう揺れるじゃないですか。こういうのが良くて、揺れてるかどうかちょっと怪しいな。うん。まあいいや。こういうのが良くて、まあね、PC 版選ぶ人もいると思うんですけど、アンインストールした際にね、ちょっと、やべえ、やばそうなものが残ると。で、このゲームね、中国企業のゲームなので、もちろんね、公的機関から求めがあれば、個人情報とか全部出せっていうね、まあ中国独特のものがあるんで、まあスパイウェアらしきものが、仕組まれているということで、まあ、一応表向きはアンチチートということで、まあ、チート対策のものが入ってるんですけど、スパイウェアの可能性がなきにしもあらずなので、まあ、そのね、削除の仕方を、解説しておこうと思います。まずコマンドプロンプトね、開いていただいて、まあ、管理者で実行します。アンインストールした後なんですけどね、残っているファイルがあるんで消すんですけど、管理者で実行してコマンドプロンプトを開きます。でね、画像に貼っておくっていうか、説明書いてあると思うんですけど、ちょっと編集で入れてるんですけど、その通りにね、やっていただければ削除できますんで、あとね、C ドライブの添付ファイルから削除していただければ、完全な削除が完了します。ということでね、まあ、自分はあんまり気にしないでやりますけども、そんなところで、つまんねえな、クソゲーと思ってやめる人は、これね、ちゃんと完全にアンインストールして、綺麗にしておきましょう。ということで、今回は以上です。よかったらコメント、評価、チャンネル登録お願いします。それではね、また次回の動画でお会いしましょう。今回は、この辺で。